激坂は 3.5 くらいは行きます。不安と進まんので。これくらいが一番、もうちょっと低くてもいいくらいですね。そうですね。これ以上上がらなくて、うん、道が微妙なアップダウンが前半で結構効きますね。
交通安全週間でしたっけ。何もないはず、多分ドライブですよ。クライブ動いてないです。登録者があかんでしたっけ。登録しなくても、うん、なんか勝手に出ます、ね。これオフにしてるのかも。なるほど。が出てきたじゃないですか。あの時あのここでブラックバス釣りをやってましたね。懐かしのお化け飛んでる。
感じですね。
ントがあるですね。石暮トンネル開始まで。もう日陰はなさそうですね。
うちに鳴らしとかんとやばいっすね。富士ヒルを思い出しますね。感じ的には。熱中症というか。ブレーキも壊れてましたので、スタートで。結局1時間くらいで登ったんでしたっけ。1時間10分くらい。結構上がったと思う。1時間半くらいですかね。超えてたと思う。40分くらいかな。なんで普通にちゃんと行けたら1時間半行けるかなみたいな、こんな話だ。1時間半でブロンズなんですか。そうそう。どんだけトレインに乗れるかですね。全然ダメですね。今マイナス10%ですからね。今ちょうど 3.5 倍です。700メーターくらい。あら、980。さあ、頑張りましょう。
ったみたい。さっきまで、そこまで。ギリギリまで行くんですよ。怖っ。